動ける。動けます。動けますもの。さまようもの、バディ。行ってみましょうか。一応走ることはできない。シフトキーが効かなくなった。これ、血しぶきが上がってるってことは、地面は血の海ってことでいいのかな？そして思い出の花がいっぱい咲いている。バディは何を思うのか？何を思い、このブラッドを。ブラッドを戦うのか？まだハゲてない頃の若かりし頃のブラッド。やばい、毒が強すぎる。正直毒が強すぎる剣。ジョイを決めたっていいんだ、本当は。しかし、俺のパパ、このブラッドと拳で語り合いたい。俺は刀を使うわな。そういう気持ちに溢れている今。薬の力に頼りたくない。こうして拳と拳を突き合わせること。俺たちは不器用な家族だったんだ。一発も入んなかったな今。一発も入んなかったな今。気のせいかもしんないが、おそらく気のせいではないんだろう。ブラッドはこんなことをしたくないようだ。まあそうだろうね。ブラッド自身はやっぱ上位でおかしくはなってたんだけど、あくまでやっぱパパだもんね。バディ？そうだ、バディだ。俺が思いついた中で一番の名前だ。何？単純なことだよ。お前は俺の小さいバディだ。お前が赤ん坊の頃、俺はいつもお前をそう呼んでいたんだよ。ブラッドとバディ、いい響きだろ。ハゲジョイを飲んでしまったがためにハゲてしまったのかもしれない。あ、効かないのか。毒が効いてくんないと。ブラッドは何をしたらいいのか分かんない。何をしているのか分かんないのかもしれない。もうブラッドはジョイを使った。ジョイを使わないでくれ。服用しないでくれ。ブラッドはもうすでに諦めている。毒効かないなこいつ。全くもって。ブラッドは途方に暮れている。途方に暮れるブラッド。父を刀で刺し続けるバディ。こうなってしまうことを想像したであろうか。幼き頃の思い出が蘇る。ジョーカーストライク。刺しまくるバディ。育ててくれたブラッド。ヒゲを剃ってるのかもしれない。毛むくじゃらになった顎を、顎ひげを整えてあげているのかもしれない。ジョイを使うなブラッド。それはダメなんだブラッド。いやパパよ、いやお父さんよ、それはダメなんだ。やめろ、俺をそんな風に呼ぶな。その呼び方は好きじゃない。俺の名前はブラッドだ。わかるな？ブラッドと呼んでくれ。お父さんって呼ぶなってことかな。あ、お父さんはあなたを失って悲しんでいる。悲しんでいるだった。ちょっとちょっと戻って読んでくれ。読めなかった今。このブラッドは俺ペインフルでも見たことないな。でもここまでおかしくなってしまったブラッドを、あ、ブラッドはあなたを抱きしめた。お父さん、やっぱさ、バディはさペインフルでめっちゃブラッドのことを嫌がってたけど、やっぱこういう風に心の中ではやっぱりお父さんなんだね。ブラッドは、ブラッドがやっぱおかしくなってしまった。薬がおかしくしてしまった。
見てよこれ。お父さんあなたを慰めた。でもバディはバディは突き刺す。お父さんあなたを失って悲しんでいる。お父さんあなたを慰めた。ただ涙腺崩壊とはいかないね。なぜだろう。なぜ俺の涙腺崩壊しない。何、ダスティという名前の子供、誰がそんなことを吹き込んだんだ。俺前に俺が何て言ったか覚えてないのか。バカだな。まさかまたおじさんたちに聞きに行ったりしないだろうな。おい、ちゃんと聞いているか。俺には息子なんていないよ。持ったこともない。ノーバディは悲嘆になんたらかんたら。ノーバディってなんだ、どういうことだ。バディがいなくなったブラッドってことかな。結局最終的に一番はこの生物兵器、毒が一番効くというね。あ、今自滅しなかった。自分で自分を殴らなかった。もう一回見せてくれ。ノーバディは悲嘆でくれている。ノーバディは塞ぎ込んでいる。ノーバディは自分を憎んだ。やっぱ自分で殴ってるね。泣き出した。鬱で塞ぎ込んだ。なんだこの悲しい。おそらくラスボスっぽい感じは。殴ってこいよお父さん。殴ってよ。悪い俺を殴ってよ。いいか、よく聞くんだバディ。お前を拾うまでの俺は完全に自分を見失っていた。そんな時にお前が現れて俺に感情を呼び起こしてくれたんだよ。それまで周りの誰もが感じさせてくれなかった種類の感情。お前は俺に本当の愛がどんなものであるかということを教えてくれた。そしてそれこそがお前の目を覗き込むときに決まって抱くその感情を、俺がこの世のどんなものよりも恐れる理由だ。恐れることに向き合うことができなかった俺は自分自身を暗闇の奥の深いところへ押し込んでしまった。だが信じてほしい、俺はそれに抗おうと精一杯の努力をしたんだ。俺は努力をした。そしてどんなことがあろうとも俺は心の底からお前を愛したんだよ。お前を失望させて本当にすまなかったバディ。お前を失って俺はすごく寂しいんだ。それじゃあな、お父さん。バカな、私の子供たちが。ワクチンを手に入れた。どうなるんだ。お金、このマスクはさすがにつけれない。そしてワクチンもうないのか。この先に何がある。あ、びっくりした。幻覚だ。幻覚か。ブラッドが元に戻ったのかと。さっきの化け物ブラッドなんじゃないの。ブラッドに飲ませるんじゃないの。それともバディが飲むのかな。あ、いた。全く情けないやつだな。そっちは行き止まりだぜ。さて今度は お前が俺の質問に答える番だ。お前に選ぶ権利はないぜ。嫌だ。話すかさもなくば死ぬかだ。お前は誰だ。ここから立ち去れ。答えろ。俺を試しているのか。お前は本当に知りたいのか。私はヤド科学者だ。
神の力を持つものだ。そしてここは私の世界。お前は単なる私の駒に過ぎない。私によって作られた虫けらに過ぎんのだ。私がお前に命を与えた。お前の父親は私なのだよ。ん？パパ。お前は私に従わなければならない。お父さんなの？こいつは？どうやら終わったようだな。またあんたか。あ、これ、あいつ？バッゾー？ああ、私だ。手出しは必要なかったぜ。だろうな。左腕なくなってんじゃん。ただあんな男の話をお前に聞いてほしくなかっただけさ。お前に話しておきたいことがある。ブラッドは善良な男だった。お前の身に起こった出来事は彼が原因ではない。彼女のせいだ。彼女とは何だ。彼女は私の心の奥、そこ、心の底、奥深くまで蝕んだ。彼女を愛していた。彼女が死んだ時、私は自分以外の誰かのせいにしなければどうにかなってしまいそうだった。ブラッドはこんな仕打ちを受けて当然の男などではない。お前にもひどいことをしてしまったな。あの男、あいつは俺の父親だと言っていた。本当なのか？あの男は俺の本当の親父なのか？嘘はつかないでくれ。いいや、私は奴と一緒に働いていた。奴は単なる狂った老人だよ。私はブラッドのことを長い間追っていた。お前は彼に生きる目的を与えた唯一の人間だ。それはダスティでさえも叶わなかったことだった。ブラッドはお前の父親だ。彼はお前のことをとても愛していた。ジョイ。私はジョイを使ってブラッドを狂気へと追いやってしまった。全ては私のせいだ。彼のせいではない。なぜそんなことを俺に話す？そうだな。お前を見るとなぜか思い出すんだ、彼女のことを。私は彼女を光の方向へ導くはずだった。だが実際には私は彼女によって暗闇へと引きずり込まれてしまった。滑稽な話さ。哀れな少女だった。彼女はこの世界を心から愛していた。わからないな。あんたがブラッドにしたこと、そして俺にしたこと、どうして俺に全てを話すんだ？お前はもうワクチンを手に入れたか？ああ、それを使え。そうすればお前は助かる。私は、リサ。僕はやったぞ。へへ。僕はいい子だったよ。誓うよ。僕はいい。頼む。バッソ。なんかいろいろつながっていった感じはするな。リサ。ブラッドの妹だったな。まあ、リサ・ザ・ペインフルの前にリサ・ザ・ファーストっていうのは実はあって、まあ日本語版はないんだけど、まあそこで、まあ父親に虐待されてたのがリサ。そしてその兄貴がブラッドというなんか設定があったみたいで、こいつはリサと友達だったのかな？が好きだった。で、リサが死んで、それをブラッドに八つ当たりしていた。みたいなとこまでは多分合ってると思うわ。いや、わかんないけどね。まあ、リーチボム。こいつは攻撃してくると思うか？どうだ？
お前もかバッゾー、その体になっても優しくしてくれるんだね、バッゾー。結局なんかあれだな、いやまだ終わってないよ、まだ終わってないけど、なんか誰も幸せにならないのかな、このゲームは、このゲームは誰一人幸せにならないのかな。このゲームの名前リサザジョイフルなんですけどね、楽しいゲーム。前作はペインフル、痛みを伴うゲーム、今回は楽しいはずだった。なのになんだこれは。まあ、確かにね、いろんな人の本当の思い、そういうのが、まあ、垣間見れたんだけど、リサ、愛してる、愛してる、愛してる、リーサ、助けて。バーニーの様子がおかしい。バーニーってなんだ。こいつがバーニーなのか。バーニーは自分で殴ってるな。僕は自由だ。俺もそして言葉を失った。そっから飛び降りて終わり、終わりにしようぜ。なんかもやったぞ。大丈夫だ、俺は大丈夫。やあ、僕のことを忘れちゃったのかい、ランド？死んだよ。ダスティン？ランドってダスティンだっけ？名前。ブラッド。そうか、さっきのは精神の中のブラッドだったっけ？これは本物の化け物になったブラッドなのか。あんたか。バッゾーから聞いたこと、あんたが言ってたこと、俺には全く意味がわからない。俺は、俺の中からあんたの存在を消そうと思っていた。俺は自由だった。すべてが俺の思い通りだった。なんだ？嫌だ。俺にはできない。はぁ。バディ、聞いてくれないか？すまなかった。僕たちは間違っていた。また幻覚かな。君には僕らのことなんて必要じゃなかった。僕らはただ君の足を引っ張っていただけだったんだ。君は一人でやり遂げた。君は強く、賢い、そして自由だ。君は僕らの女王様、神様です。私たちはあなたを敬います。私たちはあなたを愛します。あなたが必要です、バディ。どうか私たちを置いていかないでください。様子がおかしいな。あなたが必要なんだ。一緒にいてください、お願いだから。なるほどなるほどなるほど。今見えてるのはこれは幻覚で、仲間になるのか、仲間になる、一緒に化け物になってくださいと、それともワクチンを飲んで彼らを放っておくのか。放っておきましょう。化け物にはなりたくない。確かにブラッドは大事だった。これでいいんだ。放っておくでいいんだ。バディにはバディの人生がある。
ということで終わってしまったが終わってしまったが終わってしまったんだが、リサジャ・ジョイフル、まあ、彼女は幸せになったと。彼女のこれからの人生は楽しいものだと、それがジョイフルなんだと、そういうことなんだろうなと思います。化け物になって幸せになることなんてない。確かにブラッドもいる、ランドもいる、でもバディは人間なんだ。もう死んだんだ二人は。お墓を植えてあげるんだ。そして思い出の花をそっと添える。これが人間、人間のあり方。幸せとはこういうもの。死んだ人間は帰ってこない。ブラッドがもし本当に生きてたとしたら、ランドがもし生きてたとしたら、バディが化け物になることを望んだだろうか。いや、そうじゃないな。バディには人間として生きてほしい。だからこそのこの決断。これさ、右のやつ何？ブラッドの右にあるやつ何？全然意味わかんないそれ。おー、ランドの墓はそこにあるんだ。またちょっと離れたところに作ったんだね。こんなはずではなかったのだがな。君にやらせたのは失敗だった。あなたが口を出す権利があるとお思いで。彼女も私のものだ。彼女はこのために生まれてきたのですよ。君は何を言っているんだ。私は創造主だ。君は一体何について話しているのかね。彼女と共に私はこの世界を支配するつもりです。なんだと？私はどうなるんだ？あなたは単なるまとめ役に過ぎない。彼女を強く生命力にあふれ、決断力に優れた存在として作り上げたのは私だ。そして彼女を君の女王様にでもするのかね？バカなことをおっしゃらないでください。私がこの世界を作った、そして私が支配するのです。一人でね。彼女は戦争の引き金となるでしょう。そして生き残った人々は私の子供たちによって選別されるのです。彼女も含めてね。完璧でしょ？君は実に不愉快だ。そしてあなたも。あなたはもはや使い古した肉の袋に過ぎない。もはや用なしなのですよ、ミスター。実績のロックが解除された。野道の実績のロックが今解除されました。いや、ちょ、最後のとこはよくわかんねえや。なんかペインフルの時もあんなのあったっけ。野道となんか女っぽい人がそのジョイを作ったみたいな感じかな。女の人っていうのが誰なのか全くわかんないけど、まあ、そこら辺はね、ちょっと考察サイトなど見ながら楽しんでいただければなと思います。なんかね、そうだな、ちょっと腑に落ちなかったとこもあるけど、まあ、やっぱこの世界観、このキャラクターたち、やっぱ好きは好き好きは好き、やってよかったなとまた思ったわけであるんですけど、いろいろやっぱスッキリしないから、僕もちょっとね、調べつつ、ストーリー考察をね、調べつつ、終わった後、楽しんでいきたいなと思います。いろいろね、マルチエンディングとかあるんなら、ちょっとやることを検討しようかなと、も思います。リサザ・ジョイフル、まあ一応ね、実況はここまでで終わりたいなと思います。
ここまで長いことを見ていただきありがとうございました。また違うゲームの動画で会いましょう。ではバイバイ。おっつ。